分子系統学とは、系統学のサブジャンルの一つであり、生物の持つ、タンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列を用いて、系統解析を行い、生物が進化してきた道筋を理解しようとする学問である。従来の系統学は、形態、発生、化学、生化学的性質といった表現型の比較に基づいていたのに対し、 分子系統学はそれらの根本にある遺伝子型に基づく方法であり、より直接的に生物の進化を推定できると期待される。計算機や理論の発達に加え、20世紀末に遺伝子解析が容易になったことから、大いに発展し、進化生物学の重要な柱となっている。分子系統学の研究は、二十世紀半ばにポーリングらにより分子進化が研究され、 分子度経過説が提唱されたのに始まる。分子進化がほぼ一定の速度で進むとする考えで、進化の時間経過が終えることが示唆された。その後分子進化速度は、機能的に重要でない部分は早く進化するなど、一定ではないことが明らかになり、木村元による中立進化説が定説となった。分子系統学はこれらの理論に基本を置いている。配列情報に基づく、 系統解析の方法として当初用いられたのは、計算方法が比較的単純であったこともあり、距離行列法の一種で、進化速度が一定であることを仮定する、非可重結合法であった。しかし前述の通りこの仮定は現実には、必ずしも当てはまらないと考えられ、現在はより性能が高いとされる、近隣結合法、再節約法、確率論、統計学に基づく、 最優法、ベーズ推定などがよく用いられている。推定された系統樹の確実性を示す指標としては、ブートストラップ確率がよく用いられる。配列の比較による方法のほか、延期配列に基づく性質、例えば複数の遺伝子の位置を生物主観で比較する方法なども用いられる。分子系統学に基づく分類体系の代表的なものとしては、 奇脂植物のエペジー植物分類体系がある。それ以前には DNA-DNA DNA 分子交雑法に基づいた蝶類のシブリー・アルキスト蝶類分類が発表されている。これら以外の生物についても分子系統学による系統分類研究が盛んに行われている。哺乳類、昆虫を参照。配列を直接扱うものではないが、 配列決定がまだ容易でなかった1960から70年代には、アイソザイムなどタンパク質の分子種の違いを、電気営動におけるパターンの違いなどを用いて、間接的に認識し、分類に用いる研究が盛んに行われた。現在では、単純に一部の配列を比較するだけでなく、ゲノム全体の構造を比較することにより進化の、 具体的要素を明らかにしようとする比較目のミックスが盛んになっている。特定の遺伝子やスペーサー領域を分子マーカーとして解析に用いる場合、それらの進化速度はまちまちであり、適切なマーカーを選ばないと十分な情報が利用できずに誤差の大きな解析結果が得られてしまう可能性がある。また、遺伝子の系統樹と種の系統樹は、 必ずしも一致しないことに注意を払う必要がある。他に、分子系統学の欠点としてはあまり古い、化石生物が対象にできないということがある。ただし化石でもネアンデルタール人の系統研究など、比較的新しいものなら扱うことができる。古い化石生物を含む、生物群については、現生種の分子系統学と化石種の形態による、 分岐学を組み合わせた研究が試みられている。このような情報は進化の結果の上での原生物間の関係を示すが、その過程や途中経過に関する情報を与えるものではない。原生生物等の構造の単純な生物では、従来は根本的な特徴と考えられていた構造上の特徴にも、 研究者の予想を超えて大きく変化する形質が多数あることが明らかにされつつある。このような場合、古典的な系統推定は妥当性を欠くことになり、分子系統学的情報がより重視される傾向がある。中には、ケルコゾアのように、分子系統学的情報以外に、系統推定に使える形質が事実上見当たらない、群もある。しかし多くの生物では、 系統解析に利用可能な形質が大抵、分子マーカーの他に認められる。そのため、このような生物を対象とした研究で、従来の体系の大掛かりな再考が迫られる結果が出た場合、それを材料に他の形質を見直すことも行われる。例えば関係動物と節足動物は、大切性という基本的な体制に関わる共通の特徴を持つため、 禁煙なものとみなされてきた。しかし、分子系統学的情報によると、それほど禁煙なものではなく、むしろ節足動物は、船中などに禁煙であることが判明した。共通する特徴として脱皮することが挙げられるようになり、脱皮動物という群が提唱されている。クモ類の坂口鳥の踏んだマし族のものは、極めて希少種ばかりで、しかも、死有の形態差が非常に大きい。 近縁の鳥のフんだまし族では、メスが産卵する際にオスもそばにいることから、私有関係を把握できる。しかしこの族のものは、そもそも産卵を発見することが不可能なほどに、希少なので、長らくオスが発見されなかった。近年日本産の二種について、相次いでオスが発見されているが、この時の同種の私有であることの確認にはこの手法が、用いられている。ありがとうございます。